第4試合、ブレイブ VS ノーマーシー、中島勝彦、石森泰治、小峠敦史組対平柳玄馬、原田大輔、大原はじめ組。第4試合はブレイブ対ノーマーシー。およそ1年にわたりこの団体ノアの覇権をめぐり争い続けてきた2つのこのチームが今日もこの6人タッグで激突します。ただこの両チームをめぐる環境は大きく変わってきました。森島が新たに森島軍を立ち上げ、そして今回のこの大阪大会チームの拡大、さらには名前の発表、さまざまな予告を行いました。新メンバーの発表をも予告をした森島、果たして今日この第4試合で戦う6人から森島軍に加わる選手が出てくるんでしょうか。それはこのイエローシューティングスター石森泰治なのか。何かが起きそうな第4試合です。まずはブレイブの3人から。石森泰治がいつものように踊りながら大阪の街を黄色に染めて入場します。オーパーネクシスター、まず入場は石森泰治です。大原はじめとのタイトルマッチ、博多で防衛したそのジュニアのベルトを腰に巻き、今日も大阪の空に華麗に舞います。 G1 ジュニアチャンピオン西森大治です。ブレイブのジュニアを牽引する西森大治。去年年末有明コロシアムでは丸藤と組んで GHE タッグにも挑戦しました中島勝彦、間違いなくブレイブの中心になってきましたダイヤモンドリングの中島です。石森泰治とタッグを組むのは中島、そして小峠敦史です。今小峠そして中島が姿を見せました。小峠敦史、2005年大阪プロレスでデビュー、7年間大阪プロレスで戦い、そして2012年の入団、大阪貝塚市出身、ピンクのテープが多く舞いました凱旋小峠敦史です。そして中島勝彦、ブレイブの3人は中島、石森、小峠です。ケンタがベルトこそ失いましたが杉浦の復帰も決まりました。まだまだノアの中心勢力と言っていいでしょう。ノーマーシーです。大原はじめ、そしてケンタとのシングルマッチの末ノーマーシー入りを認められた大阪凱旋の原田大輔、そして手腕しく平柳玄馬です。大原はじめ、そして大阪プロレスで7年間こちらも戦った原田大輔、大歓声が待っていました。そして今日は3人のリーダー格がこの男平柳、あ、マイクを手にした。お元気いいな大阪。おい、ノーマーシー、ノーマーシーのジュニアトリオ初の揃い踏みだよ。おい、写真撮っとけ、写真、写真撮るか、おい、お前らも写真撮るか、おい、ブレイブス、この野郎、おい、大阪、小峠と、うちの原田君はもちろん、俺も大阪出身だ。あ、今日はな、今日はチケット代分、思う存分、俺の壺を浴びて楽しんで帰れ。ああ、言葉を吐き捨て、そして唾の吐き捨て予告をしました平柳玄馬。今本人も紹介していましたが出身地埼玉県になっていますけれども、実は生まれたのが大阪府堺市、2歳まで大阪にいました。
ただ当然記憶はないし思い入れもありませんと平柳らしい、まあ、ややブラック気味のジョークで試合前笑顔を見せていました平柳玄馬。ただゆかりのある土地で胸にキスものもあるでしょうか。一方胸にキスといえば大阪プロレス出身小峠篤と原田大輔、早くも外そのほとばしる気持ちが先発を買って出てぶつかり合います。桃の青春タッグの激突、ピンクと青が混じり合って試合が始まりました。ピンクの小峠、大阪プロレスの青から紫へと生まれ変わった原田大輔、キックをかわした、原田が行く。思えば原田のデビュー戦はこの小峠とのシングルマッチでした。それが2006年の大阪プロレスです。さあバックに回った原田大輔、抱えて小峠落とす、上から押さえていく、腕を取り返しました。そして上になる小峠を取り返した原田、2人がぶつかり合います。2005年デビューの小峠篤、遅れること1年、2006年デビューの原田大輔、共にここ地元大阪出身、大阪プロレスで腕を磨き合いました。入門と同時に大阪プロレスの寮に入ったという原田、そこには1年先輩小峠が待っていました。まあ、お互いにちゃんこを作り合って食べ合った仲だということを言っていました原田大輔。その原田と小峠から今度は登竜門でメキシコで同じ釜の飯を食っていた9期生石森と13期生大原締め、 1.12 1.19 博多スターレン大会 G1 ジュニアをかけて戦いました。共に登竜門生まれ育ちのレスラー石森と大原です。まずは石森華麗な動き倒していった、わーっと前に2回前宙、ラリアとかわした、そして飛びついて前に投げ飛ばしてからキック、場外に大原、それを見て石森狙う、大原かわす、見ていた石森です。小峠と原田が大阪で同じ釜の飯、同じプロレスチャンクを食べた仲ならば、この石森と大原もメキシコで同じチャンクを食べました。さあその2人から今度は中島と平柳玄馬です。そうです、今日は対象格が中島と平柳です。場内は玄馬コール、なぜだという小峠石森、今度は勝彦コール、大阪のなにわの熱いファンが2人を後押しへ。まずは中島キック、余裕しゃくしゃくといった表情の中島勝彦、キックを打っていく、フライングメイヤーから唾を浴びせた中島勝彦に、唾を浴びせました。地元に唾を吐いた平柳、2歳までは大阪にいました。さあ第二の故郷でどんなプロレスを見せるでしょうか平柳。ジュニアで戦っている平柳、一方中島も体重は95キロですが、もうすっかりヘビー戦線の選手です。力でぶつかっていきますと差があるかもしれません。さあ平柳腕を取った、取り返した中島です。ロープブレイクに行く中島が手を引っ張って阻止しようとしましたが、手を届きました。簡単にロープブレイクしました平柳。ああここで石森が蹴ってロープから手が離れて、再び中島が締めていきます。苦しそうな平柳、さあ捕まりました。さあ小峠入ってきました。大阪府貝塚出身です。腕を捉え、小峠に聞きましたら今日はご両親が観戦に来ているそうです。まあ、小峠の話によりますと、父はたまに来るけれども母はめったに来ないと、今日見に来たとするならば、まあ、自分のレスラー人生の中でも母が見るのは2度目ぐらいではないでしょうかと、それぐらい珍しい今日はお母さんが観戦中だという小峠篤です。その前で平柳を捕まえて石森とタッチを交わしました。 1.19 博多スターレン大会、これで10度目の防衛を果たしました石森大治です。ついに防衛回数が2桁に乗りました石森。そして中島勝彦、腕を捉える、また小峠が入ってきます。7年間戦いましたここ大阪、大阪プロレスが
この小峠がかつて本拠地としましたムーブオンアリーナもここ難波にあります。そこからほど近い大阪ボディメーカーコロシアム。さあここで小峠を捉えてなんとか青コーナーに持っていきました。さあここで原田が入ってきました。さあ再び桃の青春、青とピンクの衝突です。大阪府吹田市出身の原田大輔です。まあ、おそらく自然と友達も今日は来てるでしょうとそんな話をしていました原田大輔。さあこの2人のぶつかり合い、大阪のファンも楽しみにしています。第2章です。バックに回った、振りほどいたのは原田。小峠のキック、胸元を捉えました。さあこれをスイッチに、ブレイブがノーマーシーを分断した。原田を捕まえました。ここまでは非常にいい連携のブレイブの3人です。石森が行く、ああこれはなんとかショルダースルーした原田、避けた。小峠もキックで止めて、さあ中島を捕まえた。ニュートラルコーナーにかけて、さあここから何を見せるか。キックを打った小峠を、そこにああかけていく、かけていく、2人かけていく。石森が狙っている、あしかしこれも見て、さあどうする。この状態から3人目をかけに行く。石森の体が反り返る、非常に苦しそうだ。3人が逆さ状態、そこに飛んでいきました。お腹が痛そうなのは石森1人です。一方長く吊るされた中島は顔が赤くなっています。血が頭に上りました。さあ一気に3人で原田を捕まえるかとしたブレイブですが、逆に1人で3人を返してきました原田。さあ今度は連携ですが、小峠が2人に向かってフェイスクラッシャー。さあ小峠が一気に2人に向かって飛んでいく、ノータッチトペ完工しました。地元大阪に飛びました小峠敦。ここまではブレイブの小峠、ノーマーシーの原田、地元で輝きを見せています。両チームここまでいい連携で戦っていますが、一つ懸念気になるところといいますと、あの新しくできた森島の軍団、新メンバーの増殖を示唆して、全ては大阪でわかる、そんな話をしていました。あーっとここは足をかけた、そしてロープを使う、ロープを掴んでいますので、ここはブレイクしなければいけません。反則カウントで話した小峠です。まあ、森島軍以外の軍団はこのブレイブとノーマーシーしかありませんから、森島軍が増えるとなれば、まあ、他団体の選手を勧誘していれば別ですが、このブレイブやノーマーシーから戦力が森島に引き抜かれるという可能性もあります。今日はメインでその森島が GH タックに挑戦しますが、あっとここは剣山カット、あるいはその森島の横にこの今試合をしている6人のうちの誰かが立っているということも可能性としてあるんでしょうか。そのあたりも興味を引かれる今日の大阪大会です。あーっと後ろから股間を掴んだ、お客さんがうわーっと悲鳴を上げている。そしてそこにキックで飛んでいった大原、さらには原田エルボー。さあ最後は平柳が飛んでいった、顔面にチョップを見舞って飛んでいきました。カバーに行く、カウントは2つです。試合はまだ決まりません。しかし6人が目まぐるしくぶつかり合っています。試合を決めるか。昇竜現場を予告した、なぜか自分の腕を舐めました平柳。あしかしここは円錐切り、キックを打っていきました。さあ中島が入ってきた、ロープに振る、キック、強烈な膝。あーとここで大原が入ってきます。さあ連携で中島捕まえるか。ちょっとまだ平柳がきつそうだ、中島の膝がきつそうな平柳、やり合ったかわした、顔面にキック、おはーっと誤爆した。そして2人を突き飛ばす。さあ中島が平柳からスリーカウント奪うか、フロントでピタスリー。さあ大阪の南のファンを大いに煽ってニュートラルコーナーに登っていきます。平柳立ち上がった、中島がミサイルキック、蹴り飛ばしていきました。さあカバーに入る、カウンター2つ。
共に対象格のこの6人タッグの平柳と中島ですが、ここまでは唾を吐いた以外まだ中島に技は出せていません。平柳です。キックを避けた。あ、これも避けた。平柳が、あ、これもかわした。後ろに回った。そして急速攻撃、そしてそのまま投げた。なんと呼べばいいんでしょうか。名前はあまり考えたくない技です。急所を掴んで後ろに投げました。さあ、そしてタッチをかわして大原はじめが入ってきた。この辺りはノーマーシの連携さすがです。抱え上げて中島着地した。キックを打った。足を捉えてバックに回る。背中への攻撃。首が厳しそうです。中島、試合時間10分を経過しました。さあ、抱え上げる。旋回してバックブリーカー。さあ、ブレイブを分断しました。中島を捕まえて大原が試合を決めるか。ムイベに入る。あと、ここは中島がかわした。キックで顔面ロープに飛んで、ここはまたもバックブリーカー。さあ、大原が試合を決めるか。あ、しかしキックが待っていた。中島得意の蹴りで迎撃しました。大原も非常に苦しそう。さあ、石森が呼んでいる。原田が手を伸ばしている。青コーナー原田、赤コーナー石森、ジュニアチャンピオン。一方、地元の原田がチャンピオンの石森を、あ、しかし石森は身軽な身のこなしからスワンダイブのミサイルキック。さあ、対角線を走って飛んでいく。両膝ロープに飛ばす。原田が返す。あ、しかしここも返ってくる。カウント2つで石森、ここは3カウント奪えません。しかし連続攻撃続いています。さあ、ニュートラルコーナーに立って決めるか。そのままものすごい勢いで飛んでいった。カバーはカウント2つです。ここも原田が意地で返す。地元で沈むわけにはいきません。大阪出身、そして大阪プロレス時代から慣れ親しんだこの南の街です。難波で沈むわけにいかないこの原田。さあ、石森が決めに行こうとしたところ、バックに回る。片山ジャーマンにはいけません。エルボーの打ち合い。力ではガンライブがあるのは原田か。しかしここは五分五分。3連発押し込んでいくか。ロープを使うが、石森も華麗にかわす。原田も上を飛ぶ。フロントスープレックス。さあ、小峠いくか。いや、小峠返す。ロープを使って前からキック。顔面を捉えた。平柳来る。小峠が、いや、平柳が唾攻撃。振りかぶっての唾。そして投げ捨てました。しかし中島のトラスキック。大原が来る。6人が入り乱ります。石森をキックはかわして、もう一度戻ってきて画面を捉えた。原田がニュートラルコーナーから飛んでいくが、石森現役上空で撃ち落としました。パトリオットミサイル。さあ、掲げてそのまま両膝に落としていった。カバーに行く。両足をがっちり掴んで、しかし地元の意地、原田が返しました。ジュニア選手が揃う、まさにこの6人タッグ、速い技の流れです。450スプラッシュを予告しました。石森泰治前に飛ぶ。見事、あと、これは原田が反応した。両膝を出した。両膝を出した。さあ、原田が投げるか。ロープに飛ばすが返していく。しかし受け止めた。アルゼンチンバックブリーカー、そのまま落としていった。カバーに行く。小峠がカットしました。かつての名優小峠、原田。原田をカットした小峠。ああ、小峠がまた平柳に股間をつかまれている。さあ、試合の権利は石森と原田。さあ、満を持して地元大阪で。石森こらえる。もう一度片山ジャーマンにはいけない。着地した。回り込んだ。横から押さえた。そして上から肩をつけていく。両肩ががっちりついているが、原田返しました。なんとか返しました。トラスキック。さあ、決めに行く。あと、原田も見ている。あっと、流れの中からジャーマン投げ捨てた。そして膝バックに回って、片山ジャーマン、綺麗なブリッジ。どうだ。取りました。取りました。
地元で原田がチャンピオンから取りました。石森を沈めました、原田大輔。なんとなんとチャンピオンを沈めました。原田大輔6人タッグとはいえ、これは見事地元大阪で輝く勝利。原田は石森8度目の防衛戦で戦って敗れていますが、どうでしょうか、果たして11月に敗れている原田が、その3ヶ月後になりますが挑戦を表明ということになるんでしょうか。十分にその資格を得る、この石森を沈めた原田のジャーマンです。ノーマーシーがブレイブを下しました。14分22秒、最後は片山ジャーマンスープレックスホールド。地元大阪で輝きを放ったのは原田大輔です。ブレイブの3人が引き上げていきます。あ、そして原田が今マイクを手にした。惜しかったぞチャンピオン、まだチャンピオン、あんたから水取ったぞ。おい、まだ次のタイトルマッチ決まってへんやろ。何が言いたいか分かるな。次俺が行かせてもらうぞ。なんとここで挑戦表明が来ました。そして地元ファンから大きな原田コール。3つ取られている石森、これはもう受けざるを得ないでしょう。いいね原田君。いや原田君、いや大輔、いいよ大輔。じゃあ声が欲しいね。ちょっと声が出ないようです。水を含みました平柳。じゃあノーマシーでジュニアのベルト全部いっちゃおうかね。大輔がシングルならタックだよタックね。タックいっちゃおうか、タックいっちゃおうねえ、はじめちゃん。おっと大原がここで平柳に平手を食らわしました。ちょっと俺はお前とは組まない。さようなら。お、決別の言葉を残して大原が去っていきました。これは何を意味するんでしょうか。叩かれた平柳、いろんなショックを隠しきれません。あるいは森島軍に大原が加わるということになるのか。驚きの原田、そして昇進の平柳です。森島軍の動きに関して健太はおそらくノーマーシーは大丈夫でしょうと言っていましたが、あるいはノーマーシーひびが入って大原はじめが森島軍に加わるのか。試合前にノーマーシーから森島軍はいないでしょう、まあ、僕がこの後 TMDK に入りますけどと軽口を叩いていました平柳。まさかの形で大原に裏切られる形になりました。まるで振られた直後のようなそんな表情で下がっていきます。さあこの大原の動きをきっかけにノアの構造改革が起きるんでしょうか。波乱含みの第4試合が終わりました。